こんにちは。こんにちは。長野インターネット放送局と申します。はい。今長野市の、長野あいおいざる岸に来ておりますけども、はい。今日は脚本家でもあり監督さんでもある、ゲストが来ておりますので、はい、ちょっと自己紹介お願いします。はい、ハラハラなのかの監督と脚本をしています坂井舞です。よろしくお願いします。坂井さん、はい。今初めての、まあ、商業用ということでしょうかね、はい。第1作目になるんでしょうか、終わりましたけども、たくさん人が来てくれてましたね。まあ、びっくりです。本当に皆さん温かく迎えてくださってすごく嬉しかったです。なんか地元の方の応援の方も多かったんじゃないかなと思うんですけども、はい。ちなみにどちら出身なんですか？私は千曲市出身になります。なんか千曲市のなんかこう景色だったりとか、そういったのが出てくるのかなとちょっと期待したんですけど、その辺は全然違うんですかね？まだ長野県で映画は撮ってないので、今後そういうことがあれば映画撮りたいなって思ってるんですけど、でもその長野県で経験したことをもとに想像しているので、例えば高校の様子とかは篠ノ井高校を想像して、その美術さんにお願いしたりとかはしました。あ、はい、なるほど。こういうイメージでお願いしますと。はい。まあ、私どもはその監督という仕事もよくわからないし、脚本もよくわからないんですけども、それをセットになるっていうことはどういう、こう監督の位置関係なんでしょうかね。そうですね、簡単に言うと音楽で言うと自分で歌を作って歌を歌ってる人と一緒で、自分で作ったお話を映像化するっていうことなので、そうですね、そのまんまになりますね。私も何と言ったらいいのか、でも商業すごく大きな作品になると、脚本のプロの方が脚本を書いて、監督は演出のプロの演監督をやるっていうことがあると思うんですけど、今回小さい規模の映画だと監督が脚本を書くってことは結構最近あることですね。はい。でもそういう意味ではその脚本をこう操作しながら監督、両方こうできるっていう意味では、何かその実際撮影に入った時に便利なことってあるんでしょうか？あ、そうですね、例えば俳優さんのお芝居を見て、こっちの言い回しの方がいいお芝居になるかなって思ったら、その場で変更できるっていうのは、とってもいいことかなと思います。はい。そういうことも実際現場ではありました。はい、あるんですね。まあ坂井さんは小さい頃からその何か脚本を作ることがお好きだというようなことを聞いたんですけども、はい、いや、もう初めから映画監督になるって決めたんですか？決めてなかったです。小さい頃は、はい、画家になりたかったです。はい。で、画家になりた、まあ、絵描き屋さんになるって言っていたのが漫画家になるって言って、そこから作家になるとか、いろいろそういう芸術の中でいろいろコロコロ変わってたりして、高校の3年生の受験のシーズンに、芸術大学に映画学科っていうことがあるっていうことを知って、で、その今まで、自分の絵だったり漫画だったり小説が映画化決定っていうのが一番目標にしていたので、だったら初めから映画を作ればいいんじゃないかっていうことに至って、映画学科に入ろうと思ったところから映画監督を目指すようになりました。じゃあ学生時代から、何本も映画をこう作ったんですね。じゃあ、作りました。はい。その時の何かエピソードとかあるんでしょうか？その時のエピソードですか、そうですね、なんかすごくこう大物をこうピックアップしちゃったとかって起きたんですけど、はい、3年生の頃に作った神隠しのキャラメルっていう、その脚本を作ったんですか？はい、そうです。では俳優の永瀬正敏さんに友情出演していただきました。はい。もうこの人じゃないとダメだと、そういうご指名だったんでしょうかね。そうですね、もともと学生だったので、
林海蔵監督の、現場に助監督で修行していたんですね。その時 の, あの主演が永瀬正敏さんで、はい、そこでいろいろお話をしてくださって、そこで永瀬正敏さんで当て書きで、当て書きっていうのはその人を想像して役を作って脚本を書いて、永瀬さん出てくださいませんかっていうふうにオファーをしました。でその時は回答はどうだったんでしょうか。回答ははぜひという、もう永瀬さんに酒井さんは将来何になりたいのって言われた時に、私は監督になりたいんですって話をしたら、じゃあ何か出るよっていうことを言ってくださったんですよ。それで私は本当ですか、じゃあお願いしますっていうことで脚本を書いたので、でも後々林海蔵先生には、いやお前はプロの俳優さんに向かって何をしてるんだっていうことは怒られました。そうですか。でもその作った作品は何かこう賞とかもらったんですか。あ、神隠しのキャラメルはでも賞、映画祭に入選はしたんですけど、あまり賞は取らなかったんじゃないかなと思います。ただ、その前作の処女作の棒付きキャンディーとかは英文連アワードで部門優秀賞をいただいたりとか、いろいろ賞はいただいたりはしました。はい。あ、じゃあその永瀬さんが 出る前がそうだったんですね。です、はい、だからきっと引き受けてくれたんじゃないですかね。いやでも賞とか取る前にオファーしてたんで、はい、あ、それはもうじゃあ、はい、酒井さんの才能を見越してぜひっていうことだったのかもしれないですね。本当に多分学生思いの多分優しい、はい、俳優さんでした。まあ、今回、はい、ハラハラなのかということで、うん、まあ、上映されてるわけですけども、一言で言ってどんな作品なのかちょっと紹介してください。一言、そうですね、夢に向かって頑張る、主人公原菜乃華ちゃんが、はい、一人前の女優さんになるために大人になる階段を駆け上がるファンタジックな話になってます。うん、ファンタジックなんですね。はい。まあ、そういう内容のやつが好きとか、なんかそういうのを目指してるとか、うん、そういうのは何かあるんでしょうか。はい、ファンタジー映画がずっと大好きで、はい、現実とファンタジーが交差するような話を作りたいなってずっと思っています。はい。なんか今日私も見させてもらったんですけども、はい、まあ、3回ぐらい泣いちゃったかなっていう感じ。嬉しいです、ありがとうございます。ですけど、やっぱそういうところもやっぱ目標にしてるんでしょうかね。そうですね、子供から大人まで見て楽しめるっていうことを目標にしてるので、そういうふうに思ってくださるのはすごく嬉しいです。はい。なるほど。酒井さんとしてこれから映画監督スタートしたわけですけども、何かこう大きな夢っていうのは何でしょうか。もっと地元の長野の方にも気軽に見てもらえるように、うん、もっと大きな作品を作ってまた帰ってきたいなと思います。なんか地元の紹介の千曲市の、映画を作ってほしいなんていうような希望があったらどうでしょうかね。あ、ぜひなんか安住の里とかでやってみたいですね。はい、一瞬もしかしたらこれが元かなっていうのを思ったんですけど、あわさってありますよね。あわさ、あ、色彩の、はい、はい、あわさと栗と間違えてっていうのはありますね。あれはなんか菊間市の何か、あわさまさんと栗島さん、そう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 、あ、でもそれはあんまり書けなかった、はい、書けなかったです。そうですか、失礼しました。じゃあぜひ夢に向かって頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。